フランツ・ベッケンバウアー。フランツ・アントン・ベッケンバウアー。フランツ・アントン・ベッケンバウアー。1945年9月11日隊は、ドイツ、旧西ドイツの元サッカー選手、サッカー指導者。ドイツサッカー連盟副会長、バイエルン・ミュンヘンクラブ元名誉会長。2006FIFA ワールドカップドイツ大会では、組織委員長を務めた。現役時代は、リベロ。 攻撃に参加するスイーパーシステムを確立させ、名声を得た人物である。背筋を伸ばし、常に冷静沈着で、DF ながらエレガントなプレイでチームを統率し、ユーティリティープレイヤーとしても、見事なリーダーシップを発揮し、ピッチ上で味方の選手たちを操る姿と、神よ皇帝フランツを守りた前に歌われた、オーストリア皇帝フランツ一世。 最後の新生ローマ皇帝フランツ二世と同じファーストネームであることから皇帝と呼ばれた。1945年9月11日第二次世界大戦終結直後に南ドイツのミュンヘン島南部にあるで生まれる郵便局員を務める父親は厳格な人物だった。物心ついた頃から五歳上の兄や近所の子供たちと共に路地や空き地などで ストリートサッカーに興じて技術を磨いた。1954年8歳の時にの下部組織に入団して本格的にサッカーを始める。当時のポジションは左ウィングで後にセンターフォワードを任せられるようになった。憧れの選手はフリッツバルダーワールドカップスイス大会優勝時の首相、地元のギンシング地区に本拠地を置く。 サッカークラブ TSV1860 ミュンヘンを応援するサッカー少年だった。SC ミュンヘン1906で5年間を過ごしたが、クラブの財政事情により、育成年代のチームを維持できなくなったことを知ると、チームメイトと共に1860ミュンヘンへ移籍することを考えるようになる。1958年夏、SC ミュンヘン1906での最後の試合として、 ミュンヘン近郊のノイビベルクで開催された14歳、イカ大会に出場し決勝進出、決勝の相手は1860ミュンヘンとなった。この試合にてベッケンバワーを警戒する相手選手との小競り合いの末に相手から平手打ちを受けるという事件が起こった。これをきっかけにファンだった1860ミュンヘンではなく同じバイエルンのシュバービング地区を本拠地とする。 バイエルンミューン編の下部組織に入団することを決意した。ベッケンバウアーは、ここでもセンターフォワードを務め、入団最初のシーズンで100近い得点を記録した。1960年、14歳で、ギムナジウム、中等教育機関を卒業後、保険会社のアリアンツに就職。社会人として、生活を送る一方で引き続きバイエルンの下部組織で、サッカーを学び、 18歳の頃には、バイエルン州選抜や、西ドイツユース代表に選出される。ユース代表では監督のデッドマール・クラマーの下で、講師ともに指導を受けた。1964年、バイエルン・ミューンヘンの会長を務めるビルヘルム・ノイデッカーの推薦もあって、トップチームに昇格しプロ契約を締結。しかし、少年時代から選手としての優れた資質を発揮する。 一方で未熟な体育であったことから、指導者からは、素質はあるがファイターではないと評されていた。ベッケンバウアーが、バイエルンのトップチームに昇格した当時、クラブは、中堅クラスの実力を有していたが、最上位リーグであるブンレスリーガに所属する、トップレベルのクラブとの実力差はへとしていた。また同じ都市を本拠地とする1860、ミュンヘンというライバルクラブが、 大衆的なクラブとして人気を得ており、先にブンデスリーが入りを果たしていたことや西ドイツ代表選手を数人していたこともあり、実力の面でも差をつけられていた。監督のはベッケンバウアーに、君はクルップ社のような鉄になれる素材だが、今は生クリームのようだ。それでは、いくら優れたボールテクニックを身につけていても、何の意味もないと表し、 フィジカルを向上させるための様々なトレーニングを課して、選手としての成長を促した。チャイコフスキーは、ベッケンバウアーの他にも GK のゼップマイヤーや、FW のゲルトミューラーといった例代の有望な、若手選手を育成し後の成功に至る基盤を築く、ことになった。同年6月6日、1963から64、シーズン分で3が昇格ラウンド第3節の FC。 ザンクトッパウリ戦でトップチームにデビュー。ベッケンバウアーは左ウィングとしてスタメン出場を果たし4から0と勝利を収むデビュー戦を飾った。同年9月1964から65シーズンレギオナルリーが南部開幕戦の MTV インゴルシュタット戦でリーグ初得点を記録するとその後はポジションをフォワードから中盤に下げマイヤーや ミュラーラと共に、ブンデスリーが一部昇格に貢献。昇格初年度の1966年には、DFB ポカールを制すると、翌年も連覇。1966から67シーズンには、UEFA カップウィナーズカップ優勝。1968から69シーズンには、ブンデスリーが初優勝に貢献した。ベッケンバウアーの貢献度の高さから、ファンからは、 バイエルンミューンヘンのことを FC、ベッケンバウアー、イギリスのサッカージャーナリストからは、ベッケンバウアー株式会社と呼ぶようになった。1970年代に入ると、ドイツ国内では、ヘネス・バイスバイラーが監督を務めるボルシア、メンヒエングラートバッハ、以下ボルシア・メンヒエングラートバッハとの二強時代に突入した。ベッケンバウアー要するバイエルンは、 ギュンター・ネッツァーやベルティ・ホクツラといった選手を擁して攻撃的なサッカースタイルを標榜したボルシア・メンヒエングラートバッハとの間でしのぎを削ったが1971から72シーズンからリーグ3連覇国際舞台においても1972から73シーズンから UEFA チャンピオンズリーグ3連覇を達成1976年のインターコンチネンタルカップ 優勝などの実績を残した。自身も西ドイツ代表での活躍もあって、バロンドール受賞2回、1972年、1976年、ドイツ年間最優秀選手賞を4回、1966年、1968年、1974年、1976年を受賞した。1977年5月、 北米サッカーリーグのニューヨークコスモスへ移籍。同年限りでの引退を表明していた、ペレの後継者を探していたコスモス側からのオファーを受けたもので、契約期間は4年、移籍金は250万ドル、当時の金額とも言われた。コスモスではリベロではなく、中盤でプレーをし、同年のサッカーボール、北米リーグチャンピオン決定戦で優勝。 選手投票によるリーグ MVP にはペレを抑え、ベッケンバウアーが選出された。ペレの引退もあって、翌年は優勝を逃したものの、1979年と1980年にはサッカーボール連覇を果たし、米国での人気を負のものとした。一方で、アメリカの競技場の人工芝の硬いピッチは、柔らかい天然芝のピッチに馴染んでいた。 ベッケンバウアーの肉体を徐々に蒸しばんでいった。1980年、ハンブルが SVA 移籍。同年11月15日の VFB シュトトガルト戦で、ブンデスリーが復帰を果たすと、リーグ通算18試合に出場し往年のテクニックを披露した。しかし、翌1981から82シーズンは、チームは、ブンデスリーが優勝を果たしたものの、ベッバウアー自身は、 アキレス腱断裂などの度重なる怪我に苦しみ、治療のために試合出場が叶わない状態だった。ここでトップレベルでのプレーができないと判断し、ハンブルクからの対談を決意。1982年7月1日、ハンブルクのホルクスパルクスタディオンで割れた西ドイツ代表隊、ハンブルガー SV によるベッケンバウアー感謝試合では前半は西ドイツ、後半は ハンブルクの選手としてプレー。試合は4から2で西ドイツが勝利を収め、ベッケンバウアーはドイツのファンに別れを告げた。また、この試合に先立ち西ドイツサッカー連盟のヘルマン、ノイベルガー会長から代表チーム名誉キャプテンの称号が贈られた。1983年、再びニューヨークコスモスへ移籍。サッカーボールで準々決勝ラウンドで敗退すると、 このシーズン限りで現役引退を表明した。1965年、西ドイツ代表に招集。同年9月26日、敵地のストックホルムで行われたワールドカップイングランド大会出場をかけたスウェーデン戦で代表デビューを飾る。この試合を2から1で勝利を収め、本大会出場に貢献したベッケンバウアーは、ヘルムートシェーン監督の下で、 レギュラーに定着して行った。1966年ワールドカップイングランド大会出場。ベッケンバウアーは20歳で迎えた初のワールドカップの舞台にて中盤のようとしてゲームをコントロールするとともに得点を重ね、グループリーグ初戦のスイス戦で2得点、準々決勝のウルグアイ戦と準決勝のソビエト、連邦戦で、 それぞれ1得点の合計4得点を挙げる活躍で決勝進出に貢献。決勝戦では地元イングランドとの対戦となり、この試合でベッケンバウアーはイングランドのエースのボビー・チャールトンのマンマークを担当。チャールトンを封じることには成功したものの延長戦の末に2から4で敗れ準優勝。この結果に専門家からはチャールトンを封じることにとらわれ。 ベッケンバウアー本来の攻撃面を発揮することができかった。西ドイツの作戦ミスなのではないかとの批判を受けた。1968年6月1日、ハノーファーで行われたイングランドとの親善試合。イングランドとは2年前のワールドカップ決勝で対戦した因縁の相手であり、1908年以来、0勝2分10敗と大きく負け越すなど苦手意識を抱えていた。 この試合でベッケンバウアーは82分に決勝点を、決めサッカーの母国に対し初勝利を収めるとともに、長年の苦手意識を払拭した。1970年、2度目のワールドカップとなった、ワールドカップ、メキシコ大会では準々決勝で前回優勝国のイングランドを延長戦の末に3から2で下しに、大会連続の準決勝進出。 準決勝のイタリア戦は追いつ追われつの試合展開で延長戦の末に3から4で競り負けたがサッカーファンからは世紀の一戦ゲームオブザセンチュリーと評されたベッケンバウアーはこの試合途中に右肩を脱臼したが後退枠が残っていなかったため右肩から右腕をテーピングで固定した状態でプレーし続けるダイビングヘッドでクリアをするなど気迫を見せたが決勝進出には 手が届かなかった。1971年4月25日、トルコ戦において26歳で、西ドイツ代表のキャプテンに就任。また所属クラブとは異なり代表チームでは中盤で、プレーする機会が多かったが、この時期からリベロとして、プレーをするようになった。1972年、UEFA 欧州選手権1972、準々決勝ラウンドでイングランドを相手に、 敵地で干渉し、本大会進出に導くと、ベルギーで開催された、本大会では準決勝で、地元、ベルギーを2-1、決勝では、ソビエト連邦を3-0で下し大会初優勝。この時のリベロを務めるベッケンバーアーとゲームメーカーを、務めるネッツァーのコンビネーションや流れるようなパスワーク、選手個々の身体能力とラテン系を彷彿とさせる。 テクニックを融合したサッカーを披露したことから、夢のチームと称えられた。1973年11月24日、シュトットガルトで行われた、スペイン戦において、ウーベゼーラーの持つ西ドイツ、代表通算最多出場記録、73試合を更新、試合は2から1で、西ドイツの勝利。1974年、3度目のワールドカップ出場と、 なった、ワールドカップ、西ドイツ大会では、地元開催の10月から、グループリーグ第3戦の東ドイツ戦を0の1で、落とすなど苦境に立たされた。この敗戦の後、チームを立て直すべく、ベッケンバウアーはリーダーシップを発揮し、シェン監督との二等体制で、チームの修正を図る。調子の上がらないネッツァーに代わって、ボルフガング・オベラートを、中盤の角とすることや、 ベルント・ヘルツェンワインやライナー・ボンホフの起用を、進言するなど、チームの再編成に着手した。そして二次リーグを三戦全勝で突破し、決勝進出に導くと決勝戦では、ヨハン・クライフの率いるオランダを2-1で下し、1954年大会以来となる二度目のワールドカップ制覇なし遂げた。1七十六年、UEFA 欧州選手権1七十六では、 予選ラウンドを突破し、ユーゴスラビアで開催された本大会に出場。地元のユーゴスラビアを尻けに大会連続の決勝進出に導くが、決勝戦ではダークホースのチェコスロバキアに PK 戦の末に敗れ準優勝に終わった。この試合で西ドイツ代表選手として初の100試合出場を達成したベッケンバウアーは1977年2月23日の フランス戦、試合は0から1で、西ドイツの敗戦で、代表から支持族まで国際 A マッチ103試合に、出場し14得点を記録し、50試合でキャプテンを務めた。西ドイツ代表での戦績は69勝18分18敗。代表通算出場記録は後にローター・マテウスによって塗り替えられるまで、ドイツ歴代最多記録だった。 なお1978年のワールドカップアルゼンチン大会と1982年のワールドカップスペイン大会でも招集される可能性が残されていた。1978年大会は所属するニューヨークコスモス側のワールドカップ期間中のみの参加を認める意見と直前のテストマッチや合宿への参加を要請するドイツサッカー連盟との意見は真っ向な対立し、 再度両者間で交渉を試みるも決裂したため、参加を断念。1982年大会は度重なる、怪我の影響もあって、出場を断念した。1984年7月14日、西ドイツ代表監督に就任。同年6月に行われた UEFA 欧州選手権1984では、グループリーグ敗退した責任を取り、 監督のユップでアバルが辞任したことを受けてのものだった。ベッケンバウアー自身は当時、監督のライセンスを取得していないため、チームシェフ、統括責任者という肩書きで代表チームを指揮することとなり、監督ライセンス所持者が正式に就任した合わせは、監督、ブンデストレーナーとなるアシスタントコーチをホルスト・ケッペルが務めることになった。しかし当時の西ドイツ代表を取り巻く評価はおね。 低く、4年前のワールドカップ、スペイン大会では、結果的に、準優勝に終わったが、グループリーグ初戦のアルジェリア、1から2で、敗退、同最終戦のオーストリア戦、1から0で勝利したものの、談合が行われたとの批判を受けたで失態を演じて、以来、国民からの信頼は地に落ちていた。回復の見込みのない病人を治す魔術師のような、 役割を期待されての監督就任とみなされていた。同年9月12日、デュッセルドルフで行われたアルゼンチンとの親善試合が、監督として初再敗となったが、この試合を1から2で落とす。翌1985年にかけて行われたワールドカップメキシコ大会予選では、苦戦を続けながらも、過労死で本大会出場を果たした。 1986年ワールドカップメキシコ大会前の下馬評は低く、エースのカール・ハインツルン・メニゲは負傷を抱え、メディアでは代表合宿での選手間の対立が盛んに報じられた。かつての同僚であるパウル・ブライトナーからは、ベッケンバウアーはウバラの道を進もうとしていると辛辣な評価をされていたが、ベッケンバウアーはベテランを中心とし、芸術家タイプの選手を廃止。 労働者タイプの選手を多く徴用したことがこうを、創始準優勝に導いた。ドイツのメディアは、この時の選手たちの見せたプレーを、素朴なサッカーへの回帰と呼んだ。メキシコ大会後はそれまで代表を支えていた、ルンメニゲラが退き、世代交代が進んだ。中盤のローター・マテウス、左ウィングバックのアンドレアス・ブレーメラの中堅を、軸にユルゲン・クリンマン、トーマス・ヘスラー、 ユルゲン・コーラーらが新たに加わった代表チームを率いて地元開催となった1988年の UEFA 欧州選手権1988ではベスト4。1990年6月のワールドカップイタリア大会では前回大会の決勝で敗れたアルゼンチンを尻け3度目の優勝に導き選手と監督してワールドカップ制覇を経験することになった。 なお選手と監督双方でワールドカップ制覇を経験したのはブラジルのマリオ・ザガロに次いで二人目となった。同年8月、フランスのオリンピックマルセイユのスポーツディレクターに就任した。契約金は300万マルク、約2億8000万円。これはベッケンバウアー自身がアギダスとの長いつながりがあったこととマルセイユの会長を当時務めていたベルナール・タピが アディダスの経営権を握っていた縁によるものだった。当初、ベッケンバウアーは、タピノ・マルセイユを世界一のクラブにする計画に興味を持ち、西ドイツ代表時代にコーチを務めたホルガー・オジェックと共にチームに参加したが、就任から2週間後に監督のが辞任したことを受けて1990から91シーズン途中の同年9月に監督に就任した。 なお、ジリは1988年から監督を務め、リーグ2連覇、1990から91シーズンも、開幕から負けなしで首位に立っていた。ベッケンバウアーの初再配は、第10節の AS、カン路戦となったが0から1で敗戦。サポーターからは非難のブーイングと前任のジリを求める、コールが鳴り響いた。マルセイユの監督就任に関して、当初からメディアでは、 個人の自由を尊重し主張するフランスに規立と厳格さを求めるドイツ式のやり方は合わない。西ドイツを優勝に導いた人物には危険な賭けであると評されていた。またクラブの周囲では、八オチ疑惑にまつわる噂が広まっており、後に、辞長の中でよく考えもせずに、いつの間にかチームに加わっていたと振り返るように、マルセイユでの仕事に対し情熱を失っていった。 翌1991年1月にベルギー人のレーモン・ゲタルスに監督の座を譲りスポーツディレクターに復帰。シーズン終了後にマルセイユを退団した。1991年11月にフルスのバイエル・ミューン編の副会長に就任。1994年には同クラブの会長に就任。 一方で1993年12月28日から、翌1994年6月30日まで、エーリッヒ・リベックの公認として、バイエルンの代理監督を務め、1993から94シーズンのブンデスリーが優勝。1996年4月29日から6月30日まで、オットー・レイハーゲルの公認として、バイエルンの代理監督を務め、 UEFA カップ優勝に導いた。また2002年からは、同クラブの関西委員会役委員長も務めた。1998年、ドイツサッカー連盟副会長に就任すると、地元、ドイツへのワールドカップ、W 杯と逆招致に成功。2000年にワールドカップドイツ、大会組織委員会委員長に就任した。ベッケンバウアーにとって、選手として3回、監督として2回、 W 杯組織委員会、開催国の組織委員会委員長として1回の、計6度目のワールドカップであった。ドイツ国内的にはスタジアムを一新し、新時代のサッカーに備えることが第一目的だった。対外的には、2006年、ドイツ W 杯を笑顔にあふれる大会にしたいとの思いから、W 杯史上初めて公式マークに、笑顔を使った、06の文字が笑顔になっている。 W 杯ごとに高騰し続けていた入場券を買いやすい値段にしたほか、ホテルも値上がりを抑えるよう最大限の努力をした。鉄道会社からの全面的な支援を受け、観戦客が安くドイツ中を旅行できるようにした。献身的な働きにより、2006年ドイツワールドカップ本大会は成功を収めた。2005年3月、 国際サッカー連盟会長選挙並びに欧州サッカー連盟会長選挙に出馬する噂が報じられた。フィファ会長選挙については現職のジョセフ・ブラッターが適任であるとして早に噂を否定したが UEFA 会長選挙については現職のレナート・ヨハンソンが再選を狙わないことを条件に関心があることを示唆した。ベッケンバウアーは最終的に立候補を辞退した。 2009年11月27日、バイエルンミューンンの会長職を退任し、名誉会長に就任した。後任には、同クラブのスポーツディレクターを務めていたウリ、ヘーネスが就任した。また、同クラブの代表取締役を務めるカール・ハインツルン・メニゲから、同クラブの名誉首相に任命することが発表された。2010年3月、 これからは家族と一緒の時間を増やしたいとの理由からフィファリジを退任した。2015年2006年ワールドカップドイツ大会招致運動で多額の贈賄工作が行われたことが露見するとベッケンバウアー本人とその代理人が深く関わっていた疑惑が浮上した。横領、背任、マネーロンダリングの疑いによりスイス法当局によって自宅の家宅捜索も行われ起訴された。 ベッケンバワーという選手をリベロシステム抜きに語ることはできない。いわば攻撃に参加するスイーパーであるこのポジションはディフェンダーは守備の専門という従来の概念覆すことになった。イタリアのカテナチオにおけるスイーパーの役割が DF ラインから一列下がり相手の攻撃の目を摘み取る役割に徹していた。さらにそもそもイタリアのリベロという言葉自体が 単に、マーク相手を持たず、守備ラインの背後に位置する DF という意味だった。そのリベロを自由に攻撃する DF というイメージに変えてしまったのだった。ベッケンバウアーが確立したリベロシステムは、その DF ライン後方の深い位置から効果的なパスを繰り出すなど劇の起点となり、また気を見て前線に攻め上がり決定的なパスを通すなど、得点機に絡んだ。 DF の攻撃参加自体はすでに1960年代頃から、イタリアのジャチンとファッケッティによりなされていた。厳密には、ファケッティのポジションは、中央ではなく、サイドバックだったが、ベッケンバウアーは中央に位置するスイーパーにもできない、はずがないと、ファケッティの攻撃的なスタイルに触発された結果が、攻撃的なスイーパーイコールリベロの誕生へと、つながった。ベッケンバウアーは、 少年時代にセンターフォワードを務めていたが、所属するバイエルンミュンヘンの下部組織では、戦術で、ガンジがラメにすることはなく、伸び伸びとプレーをさせていた。ある試合で、ストッパーの役割を任せられたベッケンバウアーは、守備だけには飽きたらず力を持て余すと、気を見て、ゴール前に攻め上がって、得点を決めてしまう子もあった。その後もストッパーの役割だけにとどまらず中盤に上がれば、 効果的なパスを繰り出し、前線に攻め上がることを繰り返したという。こうした行動は、DF は守備の専門家という定石を無視したもので、あったが、後に、君のプレーは、すべての指導法に反するものだが、そのまま続けなさいと認められ、そのままプレーを続けた。自身が確立させる、リベロシステムの原型や選手としてのユーティリティ性は、少年時代から培われていたのだった。 皇帝の愛称の由来については、親善試合でオーストリアを訪れた際に、カメラマンの依頼により、神聖ローマ皇帝フランツ二世、オーストリア皇帝フランツ一世の銅像と並んで、記念撮影をつまみた。これがきっかけとなり、フランツ皇帝、皇帝と呼ばれるようになったという説が知られている。この他には、1969年6月14日に行われた、 DFB ポカール決勝のシャルケ04戦の際に相手のエースであるにファウルを犯した。このため、シャルケのサポーターから激しいブーイングを浴びせられが、試合が中断した数十秒の間、ベッケンバウアーはブーイングをものともせず悠然とリフティングを続けたという。その時の姿が記者の印象に残り、対戦相手のエースだったリブダがベスト風連の王と呼ばれていたことにちなみ、 バイエルンの皇帝と名付けたという説がある。ベッケンバウアーは3度の結婚歴があり5人の子供がいる。ギムのジウムを卒業後、保険会社に就職をしたベッケンバウアーは17歳の時に当時交際していた保険会社の同僚の女性との間に子供が生まれたが、この女性とはしばらくして別れ、二人の間に生まれた子供は後にベッケンバウアーが引き取って育てることになった。 ベッケンバウアーは当時、西ドイツユース代表に選ばれていたが、ユース表選手に子供がいるということが、前代未聞だとして、ドイツサッカー連盟や教育者の間で、論議の的となった。当時、ユース代表の監督だったデッドマール・クラマーは、ベッケンバウアーを擁護するために奔走し、クラマーが、ベッケンバウアーの教育係となることで、周囲を納得させ批判を抑える形となった。 1966年、最初の妻と結婚し二人の息子が生まれた。そのうちの一人のは、元サッカー選手で1990年代まで、現役を続けていたが、体制することはなかった。引退後は指導者に転じバイエルンミュンヘンの下部組織のコーチを務めていたが、脳腫瘍を患い長い闘病生活の末に2015年7月31日に46歳で死去した。 1977年1月、収入の一部をスイスの銀行に預金していたことが所得隠しであったとして問題となり、税務署の家宅捜査を受けることになった。この問題は西ドイツの連邦議会でも取り上げられ、またこの騒動に人絵を発し、マスコミからは連日のようにゴシップ報道、パッシング報道が行われるようになると、同年5月こうした騒動を避けるように、 北米リーグのニューヨークコスモスへ移籍した。妻とは、この一連の騒動が、きっかけとなって、別居生活に入り1990年1月に、離婚した。1982年に、オーストリアチロル州に移住すると、1990年4月に、ドイツサッカー連盟に勤務していた女性と二度目の、結婚し1990年代前半には、オーストリア国籍を取得したが、 2004年11月に離婚した。2006年6月23日にバイエルミューン編で秘書をしていた21歳年下の女性と結婚した。ベッケンバウアーにとってはこれが3度目の結婚となった。彼女との間にはすでに2次を設けていたが、地元ドイツでの FIFA フフワールドカップの開催期間中であるにもかかわらず大急ぎで結婚式を挙げた。 結婚式当時、女性は40歳であり、ベッケンバウアーは61歳であった。ペレ、マラドーナ、クライフなどと共に20世紀を代表するスター選手の一人である。1999年、国際サッカー歴史統計連盟が選出した20世紀世界、最優秀選手では3位。同年に、イギリスのワールドサッカー史が選出した20世紀で、 最も偉大な選手トップ100では4位に選ばれている。クラマーはベッケンバウアーが選手を引退する際に彼は他のスポーツをプレイしたとしても頂点に立つことができる人物だ。テニス選手になっていたらウィンブルドン選手権を制していただろうと発言している。礼儀正しい人柄や選手や監督としての実績もあり、ドイツ国内では深刻化された存在となっている。 そのため、女性問題などが問題となっても、大きく評価を落とすことはないという。ベッケンバウアーの引退後は彼に代わるような選手が登場することがなかったが、1980年代後半に入ると、イタリアのフランコ・バレージが体格に頼らない的確なポジショニングを生かした守備と、積極的な攻撃参加を得意としたことから、ベッケンバウアーを継承しうる選手と評された。 同時期には、ルーマニアのミオドラック・ベロデディチが、東欧のベッケンバウアーと呼ばれた。ベッケンバウアーと同様に、バイエル・ミューンヘンに、在籍、2002から2006した経験がある。ミハエル・バラックは、ベッケンバウアー後継者との評価もあり、彼のニックネームになずらえ、クライナー・カイザー、小さな皇帝と呼ばれることがある。UEFA チャンピオンズカップ。 UEFA カップウィーナーズカップ、UEFA カップ、UEFA スーパーカップ、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。